一番じゃしょうもない記事教えてあげようか。一番しょうもないやつ、うん、手島優、増若翼と濃厚キス、衝撃写真を公開っていうのも。公開してんだよ。これはね、手島優のね、ブログでね、うん、唇奪いましたというタイトルで、増若とのキス写真を披露した手島。わわわわわ、わ、うん、ね、上からこうキスしてる、うん、ね、上に乗っかってって上の、ね、手島が上から増若に口づけをしているもので、うん、増若翼29歳、うん、初めてのキスは手島優ですと紹介、はい、本人めっちゃ嫌がってたけどと、増若の反応も明かしてるという、うん、一番この俺の嫌いなノリね、うん、これ何なの、何がいいのこれ、何これ、何だと思ってんだ、何が衝撃写真なんだよ、衝撃でも何でもないよ、うん、これ手島優って何だと思ってんだろ自分を。声見せたとこで何なんね、これはちょっとあれだな、説教が必要だな手島優には。あ、そうだよ、お前みたいなやつがこういうことやるんじゃねっていうねえ、これはもうさ、なんか現役のさ、はい、本当のこうアイドルがキャッキャキャッキャ、ね、まあ分かりやすく言ったら AKB とかかな、そうね、ああいう恋愛禁止の人たちがさ、ね、こうなんか、いや恋愛禁止じゃなくてもいいよ、うん、現役のアイドル、うん、バリバリの、でもさ、ああいうキスとかって多分想像させるわけでしょ、うん、そういうファンとかに、あ、こういう感じなんだとか、うん、そういう喜びがあるんじゃないの、ああいう恋愛禁止のアイドルっていうのは、多分キス、うん、AKB すごいやるじゃん、うん、じゃあまだ、いやちょっと違うね、俺の意見とそれ、うん、若い子たちがキャッキャ、うん、キャッキャキャッキャキャッキャノリでやってんのまだ、あれキャッキャか、おキャッキャ、女の子、うん、AKB とか、なんだ、乃木坂とかの若い子たちが捨てちゃったみたいなノリ嫌いだよ、はいはいはい、嫌いだけどまだ、まだ若いじゃない、うん、そういう話は可愛いねで、うん、はい、ノリで女の子乙女たちが、うん、何をやってんだと思わない、もうこいつは、ね、30だぞ、もう30なんだっけ、だって松岡翼29歳で、まあまあ、手島だって30になってるでしょ、なってんのか、いい年したさ、すごい2人だよね、女2人がさ、うん、何をそれを誰が喜ぶと思ってやってんだよって、ね、自分のブログに載せちゃうっていうのがなんか、うん、いやらしいね、考え方もどう思ってんだろうね、これこう、うん、世間がざわつくと思うのかね、うん、まあね、うん、びっくりだね、このユーザーから、うん、写真を見てユーザーから面白すぎ、笑ったとか、うん、そういう風な意見が来るっていうのはやっぱそうなっちゃうんだね、その本人たちもみんな喜んでると思っちゃうんだね、いや俺は本当に1人とか2人が言ってるだけよこれそうだな、うん、これはないわ、これはいやもうさ嫌いな写真こういうの、いや俺大嫌い、こういうことやるのやめてよ、すごいキスの写真とかはもう今言うなよ、うん、ねえ俺たちのラジオにさこう突然電話してとかさ、はいはい、してさやってくれるようなさ、はい、ちょっとこうバラエティのさ、うん、いろいろ分かってる子だよ、まあね、そういうとこ出てるわけですからね、うん、何がね嫌なとかって分かってるはずなんだけどね、バラエティでちゃんとできる子ってのは客観視できる子なんだよ、うん、基本的には、はい、こういうことは私はやっていいかやっていけないか、うん、こういうの分かってる子が多いんだよ、うん、手島がこんなことやったらダメだよ、ね、もう今すぐ電話して説教したいよ本当はね本当電話したいけど無理だろうなこれは、そうだな、ね、うん、やだやだ